シャルル・フランソワ・ドロレーヌは、フランスの上級貴族・イーズ家の講子で、神聖ローマ皇帝軍の元帥。コメルシー公及び、ロネハク、ジョア・イユーズ公、ドイツ語名は、カール・フランツ・フォン・ロートリンメン。フランス王国軍の騎兵隊指揮官だった、ディルボンヌ公、フランソワ・マリード・ドロレーヌと、その妻で、ロレーヌ公シャルル4世の娘であるアンヌの間の、長男として生まれた。 父方の祖母を通じて、フランス王アンリ四世と、愛称ガブリエル・デストレの彦にあたる。はじめフランス軍に入隊したが、新生ローマ皇帝軍に移るため、1684年5月にフランス軍を辞した。1688年に、ジョアイユーズ公爵位を相続したが、皇帝に仕えたことを理由に、フランス王ルイ十四世から、同爵位を剥奪された。大トルコ戦争には、 義勇兵として参加し、母方の十四字にあたるロレーヌ公シャルル五世への参謀を務めていた。ドナウ川沿岸を転戦し1685年に、ノベーザー向きの包囲戦に参加して、負傷、同年に指揮官の一人として参加した部だ、包囲戦でも負傷した。10月11日、皇帝レオポルト一世により、陸軍少将に任じられ、11月23日に、 皇帝より大トルコ戦争での先行の報奨として、護衛機兵一人を与えられた。1688年のベオグラード包囲戦では、指揮官の一人となり、包囲戦の勝利後は中将に昇進した。大トルコ戦争中の活躍により、シャルル・フランソワは、プリンツ・オイゲンから、最も信頼される将軍の一人となった。1688年の秋に大同盟戦争が、 始まると、シャルル・フランソワは皇帝軍の将軍としてラインラントに派遣。1690年にフランス軍の包囲攻撃からマインズを防衛し、1692年に騎兵大将に昇進した。同年8月にアンブランの包囲戦で銃撃を受けて負傷したが、1696年5月12日に元帥に昇進した。翌1697年に、 オイゲンに従いドナウ川戦線へ戻り、母方の重廷のシャルル・トマド・ロレーヌと共に、ゼンタの戦いに加わった。1701年に、スペイン継承戦争が始まると、オイゲンの指揮下で、北、イタリアでカルピの戦いやキアーリの戦いに参加した。翌1702年2月のクレモナの戦いにも、従軍したが、同年8月のルザーラの戦いで数発の銃弾を受けて戦死した。 遺体は、ロレーヌ一族の墓所のあるナンシーに葬られた。生涯独身を通し、子供もいない。ありがとうございます。